今回はこちらのパフを3個ほど使いたいと思います。まずはこちらのパフに楊枝か竹串を刺していきます。今回はこちらのパフを使いますが、普通の化粧パフや小さめのパフでも大丈夫です。こんな感じで刺して乾かすときにや塗るときを楽にするように土台のスポンジに刺しておきます。ではスポンジの周りにつける、液体を作りたいと思います。下のこのパイの実の台紙は、パレット用に使ってるものなんで気にしないでください。はい、では1回目の、が乾いたらこんな感じになっています。で、この時点であまり触らない方がいいんですが、触るとちょっとね、膜が張ったような感じになっています。まだね、低反発という感じではないんですけど、こんな感じです。はい、そしたら今回は3種類のチロルチョコにしたいんですけど、今度2回目塗るときは全体の色味をつけていきたいと思います。そしたら先ほどの、こちらのちょっとこんな感じになっちゃってるんですけど、このホイップクリームとあとね液体のりとあと絵の具をちょっと混ぜてください。でね、私は一つ目のやつは生クリーム入りのチロルチョコにしたいので、ちょっと1個目はベースが白なのでこのままもう一度塗る形で塗っていきます。はい、ではこんな感じで乾きました。そしたらこちらにイラストを描きたいと思います。ではまずはこちらの白いやつから描きます。私は今回、このまま描いてしまうんですが、描く前にちょっとね下書きをしてから描いた方がうまく描けるかなと思います。ではちょっと無言で描いていきます。最後のきなこ餅が一番難しい。こんな感じで3つかけたら、こちらをちょっと30分ほど乾かしてください。はい、ではこちらが乾いたら
最後にこちらのガラス絵の具の白を全体に塗っていきます。はい、ではこちらが完全に乾いたら、今度はこちらの楊枝の部分を取っていきたいと思います。これをね、取るときはそっと壊さないように取ってください。で、これ取ったらね、こんな感じになってると思うので、このね、楊枝とかでちょっとこういう風に中にね、入れるようにすると、こんな感じになります。で、これを取って触った時にちょっとね、そんなに低反発になってなかった場合、ここの穴がね、ちょっとね、開きすぎてる場合があるので、今回はこの穴の部分にちょっとね、木工用ボンドを出したいと思います。ちょっとね、穴が大きすぎると低反発にならなかったりするので、それちょっと触って調整してみてください。このくらいで、今回はちょっとね、乾いてないんですけど、キーホルダーパーツを使ってキーホルダー風にしたいと思います。で、今回はこのね、キーホルダーの輪っかのタイプと、あと、ボールチェーンと、あと、ストラップパーツを使います。で、全部、9ピンを使いたいと思います。こちらすべて、100均で売っています。では、付けたい部分ですね。付けたい部分に、ちょっと穴を、一度開けます。こんな感じですね。で、開けたらこちらをに木工用ボンド、接着剤ですね、何でもいいので、そちらをつけて、ちょっとつけすぎた、それで先ほど開けたところに、はい、このようにつけます。こんな感じです。じゃあね、全部やっていきます。はい、では、乾いたら、こんな感じで、全部ね、キーホルダーパーツをつけました。そしたら、ちょっと触ってみて、ちょっとね、空気があんまり抜けないようだったら、針などで、ちょっとね、穴を開けていきます。はい、では、こんな感じで完成しました。では、音の方は、はい、ではこんな感じで、このチロルチョコに合わせて、このようにキーホルダーパーツをいろいろつけてみました。はい、とってもモチモチしています。で、物によってね、ちょっとだけモチモチ具合が違うかなって思うんですけど、私はこのね、生クリームのこのチョコ、チロルチョコが一番気持ちいい感じの音が鳴っています。はい、どれもとても低反発にできました。はい。絵もね、ちょっと変なんですけど、こんな感じでできたかなと思います。サイズもとても手のひらサイズで、ね、キーホルダーとしてもとてもいいかなと思います。今回ガラス絵の具使っているんですけど、特に硬くなる感じもないので、いいかなと思います。はい。では、こんな感じの、スクイーズ、です。小さめのスポンジなどを使って作ってみると楽しいかなと思います。では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。